岩崎き向は、日本の作家で、元祇園工部芸妓、旧名、芸妓名ともに、峰子であり、そちらが有名であった。幼名は、田中雅子。京都府京都市出身。京都市内に生まれ、両親、兄弟とともに、山品区に移住。幼少の頃、実父と共とに、実子二人が、芸妓として勤めている祇園の館を訪れ、主人の岩崎今に見染められ。 4歳の時に、後取りとして、今の幼女であった、地方芸儀、岩崎文千代の幼女となり、5歳から祇園に住む。6歳で、異常流を習い始め、都踊りで、初舞台を踏み、10歳の時、岩崎の後取りになり、15歳で舞妓として見せ出しする。1971年、襟替えをし芸儀となる。舞妓の時代から成績優秀で、 1966年から1971年まで5年間連続売上ナンバーワンとして人気を博す。悲喜筋には、本田総一郎をはじめ戦争室、佐治慶造、谷川哲造などが名を連ね名実ともに100年に一人の名義と歌われた。またその間、俳優の勝慎太郎との交際があったとも噂され、パルコやサントリーのコマーシャルにも出演している。 1979年、引退と同時に沖屋を廃業し、祇園新橋にビルを建設して、美容界に進出する計画を立てたが、1982年に、急遽計画を取りやめて、日本画家の佐藤仁一郎と結婚し、二児の母となる。2001年、自伝、芸に、ミネコの花戦を発売し、ヒットする。課外文化を後世に語り継ぐために、 毎年講演会を開き、また得意の英語を活かして海外に向けての紹介も行う。次元を含む著作の中には花町特有の事情が書かれており、郊外無用の花町の流儀に反することから、祇園町から煙たがられているとの噂も聞かれる。2006年、木は向こうと解明。ありがとうございます。